リオは韓国のキアが生産、販売するサブコンパクトカーである。韓国国内では2005年発売の2代目からプライドの名称で販売されているが、これはキアが1987年から1999年まで製造、販売していた初代フォードフェスティバベースの小型車の名称である。プライド1999年、アベラの後継車種として登場。 ボディタイプはセダンとワゴンの2種類。スタイリングはアイで A が手掛けている。2度マイナーチェンジが行われ、2002年のマイナーチェンジでリオ SF というサブネーム付きの名称になっている。2004年のモンディアルドロトモビルにキアスポーツコンセプトとして出品され、2005年に発売が開始された。本国韓国ではプライドの社名が使用される。 MC 型ヒュンダイアクセントとプラットフォームを共有する。ボディタイプはセダンと5ドアハッチバック。2009年7月には韓国でフェイスリフトモデルが発表。いわゆるシュライアーグリルがあリオにも採用された。2011年発表。RB 型ヒュンダイアクセントとプラットフォームを共有する。ボディタイプは5ドアハッチバックと4ドアセダンと、欧州専用の3ドアハッチバックがある。 欧州向けは、ガソリンエンジンが磁気41.25リットルと1.4リットル、ディーゼルエンジンが時価31.1リットルと時価41.4リットルとなる。トランスミッションは5速 MT、6速 MT、4速 AT が設定される。一部車種には、ス速が導入されている。北米向けには、直列4気筒1.6ルグディエンジンが搭載され、6速 MT、 または6足 AT と組み合わせられる。製造はところ、しごさと工場にて行われる。中国市場では UB 型リオは投入されず、代わりに、キア K2 が出型リオと、併売されている。K2 は UB 型リオの姉妹車であるが、上級車種の K5 に似た、フロントマスクを採用することで全く異なる外観となっている。ボディタイプは4ドアセダンと5ドアハッチバック。 エンジンは1.4リットルと1.6リットルの2種類。トランスミッションは1.4リットルが5速 MT と4速 AT、1.6リットルは4速、AT のみという設定となる。K2 の製造は東風ヨタチキア技車の使用場工場にて行われている。また、ロシア及び周辺諸国では UB 型の代わりに、K2 が利用として販売されている。 ヒュンダイのサンクトペテルブルク工場でソラリスと共に生産されている。キアはパリモーターショー2016で4代目リオを発表した。欧州市場はハッチバックのみのラインナップだが、米国市場はハッチバックとセダンのラインナップ。ありがとうございます。